テラオトーク、氷水に3日目、続いてます。今日は久しぶりにバクマンを一巻ですけど読んだんですけど、やっぱりこの頃の漫画は絵もうまいし、なんか金もかかってそうな感じがするし、まあ、練られてるというか非常に面白かったんです。まあ、この辺りから集英社はいろんなメディア、ミックスして一つの作品を、まあ、売れそうな作品をこううまくプロデュースしていく、まあ、この前のあれかデスノートとかもそうか、そんな感じで、まあ、本当に娯楽として面白いと思いました。映画見てないですけど。で、ネット上のニュースを見ていくと、スローダイブ6年ぶりのニューアルバム、多分今日から、選曲、聴けるようになったということで、まだ1曲ぐらいしか聴いてないですけど、相変わらずの、スローダイブっていう感じで、で、スローダイブ復活してから非常に高い評価を受けていて、前に出たアルバム2017年なんですけど、スローダイブっていうバンド名のタイトルの作品、これもピッチフォークでは2017年のベストアルバム、ランク30位に入って、でベストロックアルバムでは8位っていうすごい、高順位につけている、非常に評価が高くなっている、解散して1回解散して逆に評価高くなった、バンドの一つかなと。シューゲイザーを代表するバンドということなんですけど、正直言って、再結成するまではそんなに評価高かったかなって感じがしていて、例えばライドとか、まあ、なんだラブレスのあれが名前出てこないと、まあ、そのあたりの、バンドと比べるとこうその次のラインにいるバンドって感じだったんですけど、今やシューゲイザーといえば、まあ、1つか2つ目の、地位にいるんじゃないかなって、それぐらいやっぱり生き残るっていうのはでかいなと思います。まあ、ライドも、再結成してからのアルバムって相当いいんですけど、まあ、ライドはどっちかっていうとポップにこう触れてるのに対して、スローダイブは、まあ、シューゲイザーファンが求めているものをそのままこうしっかり引き継いで表現してるって感じがいいんじゃないかなと思います。で、ちらっと調べて知らなかったというか、なんだよ今更って感じなんですけど、スローダイブから、抜けたメンバーというか、まあ、一回解散した後に、まあ、スローダイブを引き継いでやったバンドっていうのがあれなんですね。モハベ3というか、まあ、読み方はこうすごく難しいバンドですけども、朝霧かなんかに来てて、その時見て、あ、すげえいいバンドだなと思って、その時アルバム何枚か聴いたりしてて、まあ3年に1回ぐらい、作品聴くんですけど、まさか、モハベ3と、スローダイブ、まあ、同じようなメンバーが中心になってやってるとは思ってなかったんで、ちょっとびっくりです。まあ、どっちもなんかじっくり聴き直したいなって思いました。はい。で、8月も終わって、あ、夏も終わりだなって感じなんですけど、やはりちょっと寂しい感じもあるんですけど、ニール・ヤングなんか聴きたくなりますね。それもオン・ザ・ビーチとかツナイト入ってるアルバム、名前が出てこないけど、なんだっけな、ちょっと待ってください。あ、トゥナイツ・ザ・ナイト、まあかなりぐちゃぐちゃなニール・ヤングの作品ですけど、まあ、オン・ザ・ビーチの方が、まあ、あれですね、渚に似てっていうタイトルの、方が、あの、放題がついてますけども、まあ、一時、このアルバムって、なんか出なかったりなんだりみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、すごくこう、まろやかなリズムを持った作品で、聴いてて全然こう、ストレスたまらないというか、で、曲も、かなりいい曲が収められてるんじゃないかなと思うんで、これが出た当初すごく評価が低かったっていうのはよくわからないですね。はい。穏やかで、諦めとか悟りとか隠居とかっていう言葉で表現したくなるような、作品、オン・ザ・ビーチ、渚にて、放題最高ということで、はい。まあ、今日金曜日ということで、また土日ゆっくり休んで、楽しみたいなと思います。静岡に行ってサウナに入る予定です。
ということで、今日のテロトーク、これにて終了です。Take it down.